どうしたの国会。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。はい。令和五年六月八日に収録を行っています。今回のテーマですが真剣じゃないということで五月三十一日に行われました守る会家族法制文化会の模様についてお伝えしていきます。うんえー、この文化会はあまあ家族法制、えー、と言われるものの中でも離婚なさった後のお子供のことについて。 集中してて議論を行っていますで今の日本は単独親権と呼ばれるもので夫婦が離婚なさるとどちらかの親に親権親の権利があってその子どもと一緒に暮らしたりなさるというのを単独親権と呼んでいる制度なんですがこれは諸外国では共同親権つまり離婚なさったあのも親の権利と呼ばれるものが 両方にあって、えー、子どもに会ったりすることも日本よりもっとあ幅広くできるということになってて実は法務省はこの共同親権を導入すする方向ですでに動いていますでただあの例えば私のところにも単独親権続けてくれっていう方どっちかっていうと女性が多いんですけれども要は暴力を受けたのでこのやっとおその暴力から離れられているのに。 共同になってしまうと、またあの人に会わなきゃいけないのかと思うと人生真っ暗になるという書き込みも、まあ、あの変な書き込みじゃなくて実際真剣な書き込みとして、えー、つまり偽情報じゃなくて本物のお話を何人もの方から頂い,いてます。そういういことも踏まえて、当然、あのいや 夫婦が別れるとおじいさんおばあさんも孫に会えなくなったって人もここに来ていただいてお話を時間にお聞きしたり両方の立場からお聞きしてるんですよねそれで今回の分科会においてはですね出席した議員の中からあのこれ言っていいと思うんですけど小野田公議院議員から守る会当然メンバーのまあ当初からのメンバーですね彼女が法務部会でもこう主張されていて僕はそれを支持したんですね。というのは。 あの今日のサムネイルにあるとおりその真剣「親権」「親権」って言葉がそもそもおかしいと、うん、それで、えー、小野田さんは、まあ、ご自分の経験も踏まえてこの子どもの立場に立ってみるとあのむしろ親にあんのは子どもに対する権利じゃなくてこれでしょうとこれをまあ法務省の用語だと「看護責任」って言い方をしたりしてますが普通で言うと「養育責任」だと思うんですが。 子どもに対して別れた夫婦であっても責任があってそれをどうやって実現することこそ大事だという主張を、うんえー、僕も支持してますがそれに基づいてこの講師に来てくれた弁護士ともかなり激しい議論になったんですね。そ、うん、それれでこの来てててくれた弁護士さんはこの家族補正の問題についてそこを利用して 日本社会に入ってきてだけじゃなくて実は政府の委員の中に入り込んでいるいわゆる左翼勢力、はい、でこの弁護士さんの調べるによるとそのいろんな団体の代表が政府の委員になったりしてるんだけどその団体が全部同じ住所だったりでどこのアパートのどの部屋かもこの弁護士さん特定してて、はい、その部屋がそんな何団体も集まるような部屋じゃなくてごく普通の狭い部屋だったと。はい それで、えー、この背景にはこういうことの専門家が意外に日本に少なくて、うん、政府が委員を集めようとするとどうしてもそういう人,人が入ってきちゃうってうこともあるとそれで、えー、議論の中ではそういうことも非常に大事なことだけども何よりまずその真剣真剣って問題じゃなくて責任という問題に切り替えるべきだという議論もあり、うん、で途中小野田議員の発言に対してちょっとそれは置いといてって、うん こう発言もあったんですけどそこはもうあえて代表として割り込んでいや国会議員が責任を持って発言してるんでちゃんと聞きましょうとそれが私たち守る会のやり方ですと言ってしっかり発言をしていただきました、うんえー、終わった後にこ中身自体はオフレコベースですから、うん、そのまま公開できませんが終わった後のブリーフでもこのことにかなり触れましたのでそれも併せて見ていただければと思いますどうぞ えー、日本の尊厳と国益を守る会ちょっと間が空きましたけれども第2回の家族法制文化会ということでえ本日も前回に引き続きまして弁護士の上野明先生を招きして家族法制と少子化対策ということでお話を、えー、伺っていきたいと思います。え冒頭まず青山代表からご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、えー。皆様お疲れ様でございます、えー。今日も来ていただきました上野明弁護士の枯れては本日もありがとうございます。 守る会は今、分科会が3つ走っておりまして、1つが台湾、1つがカウンターインテリジェンス、もう1つがこの家族法制なんですが、実際に議論を始めてみまして、台湾もカウンターインテリジェンスも難しいんだけれども、この家族法制ほど難しいテーマもないということを改めてえ痛感していますけれども、それだからこそ、 守る会が取り組む意味が非常にあると考えておりますで不詳私のところにもあるいは他の守る会の議員のところにも例えば親権の問題一つにしても実にまあ多様なって言ってしまえば簡単だけれどもそれぞれの悩みを抱えて単独親権共同親権あるいはその2つを合わせるような形も含めて たたくさんのの国民からの意見をいただいていだてますでそれに、えー、取り組んで、えーまあ、いずれの制度になるにしても救われざる同胞がこれ以上出ないようにするというのが守る会の使命であると考えています。でその上で、えー、さらに、えー、この今日の講師も務めてくださいます上野弁護士をはじめとした有識者の協力もありまして。 まあ知られざる闇ですね、えー、日本の家族法制の隙間に手を入れたりあるいは日本の社会通念というものが、まあ、敗戦後もう実に80年になろうかという時にあってなお,お定まらない私たちが失ったものを取り戻せないでいるということに起因した恐るべき たくらみも進行してるってことが、守る会の分科会によって初めて表に、えー、出てきたと考えています。えー、不祥私の動画でも、この公表できるところは公表いたしますので、えー、主権者、国民からも、この今まで知らなかった意味を知った、えー、知ったからこそ、えー、守る会の議員とも連携をして、 日本の守るべき守るべきものをきちんと守りたいという声もたくさんいただいております。えー、それでは今日もこの後議論に入りますので、一旦、えー、カメラ止めていただいて、この後また、えー、私たちで、えー、ブレーフィングをいたしたいと考えています、えー。皆さん今回もよろしくお願いいたします。上野弁護士、改めてありがとうございます。 青山代表ありがとうございました。続きまして家族法制文化会で座長を務めの江藤誠一先生からよろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました江藤誠一でございます。えー、この家族法制文化会っていう形で、えー、ご指名いた江オエム代表からですね指名いただきました。大変光栄に存じております。えー、まあ私は、えー、いろんな問題からですね。まあ例えば 夫婦別姓問題からですね、本気でこの夫婦別姓のあり方っていうのはどうあるべきかということについてですね、考えてまいりました。えー、夫婦同姓を守りながら、別姓、ええ、旧姓使用がうまくできるためにはということで、皆さん考えてまいりましたんですね。いろんな形での形があるということが分かって、だいぶ勉強してまいりました。そのことを勉強している中でですね。 えー、この、うん、共同親権問題ですね、えー、家族構成に関する問題をつくづく感じました、えー、まあ,あの例えばですけども、えー、夫婦別姓については夫婦別姓が世の中の体制ですよと言って言われた方々がたくさんおられました大学の先生もとかいろんな方もおられましたけども、えー、ところがえー よくよく調べてみるとそういう国というのは、えー、中国や韓国やあるいはイスラムの国であって、えー、その、えー、いわゆる別姓なんだけれども子供は自動的に家のものであり男性のものといわゆるなるという形態ですねそれがだからいわゆる非常にリベラルな方々から当たり前ですよという形で本当に でい,い,のいいのかかどうかですねだから議論がむちゃくちゃなんですね結局飛んでですね、えー、まさにですねでもそれに比べて日本は、えー、別姓の時期もありましたけれどももともとは家族というものはやっぱり一つでありたいという具合にずっとやってきましたからですねそういう中で、えー、同性をと、えー、りわけ戦後ははっきりと同性にしてきたということでありましてですねでそういうい中で えー、一体本当に家族のあり方はどうすればいいのかっていうことを議論すればいいんですが非常に甘い議論がですね、えー、なされてきてましただからその議論をずっと、えー、議論をです、ねまあ、考える中で、えー、こんな家族のあり方についてはです、ねえー、単独神経のままがいいんだっていうです、ね、議論が出てきたりです、ね、れから途中で、えー、共同神経はいいけれどもこれを 実際は親、えー、権と親権と言われるものと介護権とに分けてみてです、ね、何か分からないような、えー、全く何が何か分からないような捜査、ね、をしてみたりですねということでしたからやっぱりこれはあのー、この会が中心になってです、ね、大きく、えー、整理すべき時が来ていると戦後、まあ、過去の歴史から全部踏まえた上で,です、ね、本当に我々の国の 家族構成としてどうあるべきかということをやっぱり求められているとそれがですね戦後も70年も80年もですねたとうとしている国の今置かれている我々のやっぱり本気で考えなきゃいけないことじゃないだろうかということを改めて感じているところでございます上野先生からですね改めましてこの中につけ込むまああの変な勢力 まさに闇の勢力みたいな。変な勢力っていうものをですね。実態をちゃんとやっぱり一回暴き出して、本当のこの国の家族っていうものはどうあるべきかということについて、みんなで議論して決めていく。その原動力にですね。この会がなればありがたいなといいことだなという具合に思っています。上野先生からです、ね、うんと勉強させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ええー、藤座長ありがとうございましたええー、すみませんじゃあ、えー、お疲れ様でしたあの今日は日本の尊厳と国益を守る会第2回の家族法制分化会ということで前回に続きまして弁護士の上野先生をお招きをして、えー、家族法制あの主に共同親権等についてでありますけれども、えー、勉強会をさせていただきましたはいえっと座長の江藤誠一議員は今あ これ時間が遅くなったんで、ちょっと出られましたので、事務局長の石橋麟太郎議員と、守る会全体の代表である私とで、えーえー、さらりとブリーフィングしたいと思います。で、付け加えるところを石橋事務局長から補っていただいて、でまず、あの今、石橋事務局長からお話あったとおり、えー、この問題に、家族法制の問題にずっと、 えー、努力されてる上野明さんっていう弁護士の方に、えー、第一課に引き続いて講師をお願いいたしました <laughs> であの非常に踏み込んでお話しい,ただいて、えー、まあ,あの私の責任で、えー、こうパブリックに公にお話しできるところに絞って言いますと まず、上野弁護士からあの大きな懸念が示されたのは、あ今の法務省が、えー、この親権の問題について、えー、どんどん、えー、ことを進めているんだけれども、おそれが、まあ、上野弁護士の表現によれば、名ばかり共同親権になっていないかと、えーえー、つまり今、単独親権という制度です、日本は。 そして、その単独親権ということは、離婚なさったご夫婦のどちらかが、子どもの親権、親の権利、この言葉自体、僕は見直すべきだとは考えてますけれども、単独親権になっている制度を、今、法務省が中心になって、共同親権、すなわち離婚した後でも、 別れたご夫婦がいずれも子どもと会ったりあるいは子どもの養育について相談したりできるようにするっていうのがまあ共同親権の基本ですけど上野弁護士の懸念っていうのはこのままではその法務省は要はその面会したりすることはできるようになっても実際には えー、例えばあ、本当の問題が棚開けにされてしまうんじゃないかと、海外の批判、海外からは、えー、日本はなぜ、えー、子どもの連れ去りのようなことが単独親権という制度において行われているんだと批判があるんので、それに応えて、共同親権にしましたという形だけは整えるのに、えー、実際、 子どもやあるいは別れたご夫婦が苦しむことが棚上げにされるんじゃないかという懸念を示されましたでしたがって上野弁護士から守る会に対してまあ要望があって第一にはこの本当に中身の伴う共同親権にしてで単独親権をやめればいいということではなくて 子どもが苦しむことがないようにしてほしいというのがまあ第一の要請であったと、私の責任で今お話してますけど、受け止めました、それからまあ密要望が弁護士から示されまして、2つ目は、要は単独親権の維持を主張されているその活動家の中に、私の責任で言葉をまとめれば、 反日活動に携わっているような人も多く見られて、そこに公金がですね例えば上野弁護士の整理によると、60億円に近いようなお金が流れたりする現実があると、上野弁護士によればですよ、あるので、それを是正していただきたいというのが2点目。で3点目は こういういわゆる活動家の方々が政府の委員にかなり、まあ、委員というかいわゆる有識者としてこの発言権を持つ実態があるのでそれを変えてもらいたいという3つの要望がありましたで今日の分科会の大きな特徴としてはこの上野弁護士という、まあ、わざわざ来てくださった有識者に対しても 議員の中からきちんと意見が表明されて、えーまあ、非常に活発な議論になりましたで今の要望3つについて言うとその議員の中からは一つは共同親権になれば物事が解決するようなあこう割り切り方はやめてほしいとなぜかというとこれはあえてあのお名前を私の責任で出しますけれども 自由民主党の法務部会で議論している段階から、小野田公元法務大臣政務官からですね、親権っていう親の権利を強調する言葉自体が本当は課題があると、親が別れて苦しむ子どもの立場で、むしろ親権、親の権利って言葉よりも親の看護責任、特に子どもが小さいときに、 離婚していても、2人から生まれた子どもであるならば、ちゃんと守り、育てていくという責任を明確にするような法制度にすべきだという意見が出てまして、今日もこの小野田議員は、公務が忙しい中をちゃんと来て発言されたのは、 その共同親権になれば物事が全部解決するような割り切り方ではなくて、子供の立場から具体的に対処できる仕組みをおまさしく法的に作るべきだという意見がありました。それから、その、かなり偏った活動家の方が多く政府委員に入っている問題については、今、小野田議員は、その、現職の法務大臣政務官じゃないので、 まあ今も別な政務官で政府側ではあるんですけど、ある程度の自由を担保して発言されてたと思うんですけれども、要は法務大臣政務官のときに、それを変えようと具体的に努力したら、あーなんとー、例えば自由民主党と考えが近いような方々で、この問題に携わっている人が極めて少ないと、弱者に目が届いてない自由民主党の在り方を変えるべきじゃないかという問題提起があって、 それは僕は非常に実は共感もいたしています。で、このように活発な議論があってで、その上でまだ2回目なので、有識者もまだこの上の弁護士1人しかお話を聞いてませんので、じっくり時間をかけて、この家族法制の問題が一番難しい問題であることは間違いないです。問題の重さからら言ったら台湾文化会や 簡単インテリジェンスの分科会もみんな重いんですけれどじっくり議論する場にすべきだと思いました議員の中からはこの家族法制の問題をわざわざ守る会でやることの意義という問題提起もあったんだけれどもしかし、えー、今日出た議論は全部守る会でなければ全部できないことでもあると私は代表として考えていますのでとても意義のある 議論だったと思います。どうぞ事務局長。あのまとめていただいてありがとうございました。あの私から一点だけ最後にあの代表も触れられましたけども、やっぱこう弱者、まあ、弱者という言い方もちょっとあれかもしれませんけども、えー、今日ま子供は基本的に子供であったりそれからま小さい時は社会的弱者ですか。他、う、の、ん 参加者の先生からもありましたけれども子どもの貧困の問題を取り上げてみたら実はそれはやっぱ家庭の貧困であり親の貧困であったとかです、ね、そういった貧困層であるとか社会的になかなかこういい機会に恵まれていらっしゃらない方に対する支援がやっぱり自由民主党が今まで手薄だったというのは今日の議論でも明らかだったかなといううに思います。その通り、うん、ででこを本来,本来であれば私たち自由民主党がしっかりと サポートをををししなななながららいいいい国づくりをしていかなければならないところを、うん、残念ながら、まあ、今日の上野先生のお話になぞらえますと、うん、少しこう、えー、左派の活動家と言われるような人たちの方が逆にこれまで何十年とそういったサポートをしてきてそういった分野でサポートをしてきているので、はい、だからこそ役所のほ法務省なんかも有識者を呼ぼうと思った時にはそういった人たちしかいないんだというのがそれがまあ今日改めて突きつけられた現実ではないかなというふうに思います。はい その通りだよね、はい、ちょっと事務局長に許し得て、1点だけ今日の分科会と違うこと言っていい、はい、今日の議論でね、今、破事務局長もおっしゃったことに関連して、また痛感したのがね、外国人労働者のことであって、えー、もう、えー、僕はあほとんど孤独に異論を言ってた上でえで、ー、決まってしまったんだけど、あのー、 外国人労働者をどんどん入れなきゃいけないって方向に動いてるっていうのは、本当は住民人の支持母体の、例えば中小企業の切実な訴えであったりね、それから中小企業にかけらず、なんと消費税を上げろって言ってる経済界からも、そういわば強者の立場の経済界からの要請もあって、人手不足だからっていうことなんだけど、実は例えば定年退職になって、働きたいのに仕事ができなくなってる。でも実際は 60代のまだ前半だったりね、そういう方々も退職したら急にいわば、労働市場では弱者にされてしまってて、あるいは女性の働く機会も本当に今、従前になっているとはとても言えない。だから自由民主党の体質として、そういう弱者に目を向ける部分が少なくて、やっぱり政党は支持母体に支えられてしまっているから、だからこそ私は支持母体作りませんが、 話を戻すと、あの、そういう労働市場の問題と、この家族法制、全然違うことのようでいて、私たち自由民主党が弱者に対する責任を従前に果たしてないっていう、同じことに突き当たるなっていうのを痛感して聞いてました。で、守る会は基本的に日本を守るためには自由民主党を中から変えなきゃいけないっていうコンセプトが最初から あ今、87人になった大きな集団になっても5人から始まった時ときと何も変わっていないので、えー、そういう意味で今日の議論はすごく有益だったと考えますどうぞすみませんあの、今のお聞きして私も似たようなことを思ってまして守る会の分科会としては家族法制ということで名前を付けていますけれども、うんはい、今、代表がおっしゃったその外,国、まあ、外国人に限らず労働者の問題も含めてですねやっぱり今、 日本が経済的に弱くなってしまっているからこそ、うん、どんな社会の形を私たちは作っていくのかどんな日本の形を作っていくのかという議論をもっとしっかり深めていくべき時なのではないかなということを今、強く感じましたので、まあ、引き続き、難しい家族法制というのは非常になんか深くて難しい問題だとは思うんですけれどもテーマだと思うんですけれどもこれからもまあ頑張っていきたいなというふうに改めて今、思わせてもらいいましたはいえー、守る会の新しい力でね 衆参両方とも、当選1回の議員の人々の活躍が、まあ、僕にとってはあの希望の一つなんで、新しい光の一つなんで、今の発言聞いても嬉しく思いました。はいじゃあ、皆さん、あの今後とも守る会と一緒にできれば歩みたいと思います、主人公は皆さんですから。はいいじゃあ,ありがとうございました ははいいい見てたただきました、はい、あの議論のごく一部しか紹介できなかったと思うんですけれども、あのブリーフの時に、座長の江藤誠一参議院議員は、ちょっと公務で席を外されたので、まあ、代表の私が、まあ、座長の分もブリーフいたしましたはい、はいありがとうございますは,い、では今日の内容は以上にしまして、野草交差路に頂い,いた感想をご紹介します。はい いつも私たち祖国日本のためのお働きにありがとうございますさて野草講座を久々に読み返し始めました、はい、そもそも最初から私の祖母や母を思い出させてくれる紫色が本の表紙の色です、うん、スミレや鉄線が大好きだったからです、うん、それから今日の満開の桜を見た後で読んだのが3月25日にいただいたコメントなのではい、はいえー。桜が毎年咲いてくれる、うん 満開の時は見てやってそれが怖いんのセリフのくだりが私の心の中で母の名古屋弁に変換されてよみがえりましたなるほど実家にもかつては八重桜が咲いていたので亡き、えー、父母の気持ちが春子さんと重なって祖父母とも重なって切なくなりました。 個人的な感想で失礼しましたでも私は電車で久々に心に染みて泣いてしまいました懺悔に近いものかもしれません桜が散る前に2度目独領したいですという感想をいただきましたありがとうございます,います懺悔に近い気持ちかもしれないってよくわかります実は僕これ書いててあの詩小説じゃないのであくまで僕は詩小説は書かないですあくまでフィクションなんですけど 僕も僕なりにお父とおふくろに対しての懺悔の気持ちで書いていたのかなぁと今の感想を今あの三浦氏が読んでくれて初めて聞きましたけど思いましたあのねこの小説で意外なこといくつかあって例えば「正てね「正てをひらがなでやったそれもかなり迷ったあげくそうしたでそれがみんなに結構ね支持していただけるっていうのはちょっとびっくり。 それからご自分の家族に重ね合わされる読者が本当に多くてこれはあの僕の予期しなかった文学的反響なのであの非常に嬉しいんですけどそれやっぱりあの親孝行は生きてる間にしろっていう古いね言葉あるけど例えば三浦社のご両親はまだって言っちゃいけないけど健在なのでまだあの痛感できないかもしれないけど。 僕みたいに例えば両方失うとあの時にどうしてあ,ああいうこと言ったかなとかさあの時にどうして例えばねあのシュークリームを子供の僕だけ食べちゃったかなとか <laughs> <laughs> そういうのをそうですねあのやっぱりそういう懺悔があるんでみんなに多分あるからいやもういあの介護で苦労本当は介護を苦労したんですよ、うん、僕は自分の母に対して。 親父は現役社長のまま医療ミスで死んじゃったけどおふくろは長生きしたのでその後ねその後末っ子なのになぜか引き受けてしかもおふくろの大嫌いだったら東京に連れてきて介護しましたからあの残下がないと言うべきなのかもしれないけどそんなことないよ。うん、うん。やっぱりあの,あの時にこういうひとを言えばよかったとかねみんなにきっとあると思うんでそれでこの。 野草講座で読んでいただくと、みんなが家族の元へ心が帰れるのかなというのを今この感想部のおかげで気がつきました。ありがとうございます。はい。はい、そしてチャンネル登録シリーズです。うん、なんか家族の話したんで、はい、このこんなアルバム紹介してていいのかいい <laughs> いいのかなっていう気持ちが少し和らいだ気がしないでもない、はい、うんですが。 はいじゃあ,あのちょっと父親シリーズで、はい、これですねこれこれ字が違ってますけど運動会の道の字が、えー、前から2番目浜路氏って書いてますが、はいえー、おやじはフルネームで青山浜路っていうんですけど浜路氏って書いてるのはこの鬼社長がです、ね、この運動会で仮装して、うん、女性になって走ってるんですよね。はいで これ子供の頃から好きな写真なんですよ。<laughs> それでこの運動会っていうのは僕は直接多分見てないんじゃないかと思うんですが、うん、このあののこぎり型のねこの当時の日本の繊維会社の典型的な工場ですよね。うん、で余計なこと言うとこの時じゃなくてあの夏にお祭りみたいにやってこれやっぱり社員集めて。でその時にあの目の前に美味しそうなジュースがあって。 小学生だった僕がそれをいきなり握って帰ったら飲んだのなんか不思議な味のジュースやなと思ったらあのちょっと横向いてた社員の人が僕の持ってる見て「あっ!」って言ってそれはハイボールだったんですよ。はい、ハイボールってあの頃から結構流行ってたんだけど、あのー、今の酒飲みに通じるところあって全然合わないんだよね。 すすごいですね、はい、でそれからしばらく経ってあの家に植木屋さんが来てあの植木屋さんがたくさん来て庭の木をこうきれいにしてくれるんですけどそれで台所に行ったらですね台所に普段入るとお袋に怒られるんだけど男子厨房にいらずって言われてでお袋くろがそ,のそっちにかかりきになってる隙に台所に入ったらあの夜間夜間が置いてあって普通の夜間、はい、それで喉が入ったからや夜間をコップに入れて。 このなんか変な匂いがする水なんだけどクーッと一気に飲んでポハッとやってたらおふくろが戻ってきて「あんた何してんの!」って <laughs> からあ男子厨房のいらずでまた怒られるのかと思ったら「それはお酒や!」って言われて <laughs> 植木の職人さんたちに出すやつ、はいはい、その時もなんか変わった味には思ったけど何の変化もなくよく飲めますね <laughs>、うん、で夜にあの,あのさっきの父親がそれをおふくろから聞いて僕に「お前な 役人になったらあかん、はい、どうしてかというどうしてで聞いたらね要するにあのそういう大学行ってねであの官僚になったりするとこれだけ酒が強いと業者にたかられるといやたかられて違う意味だその業者に怒られるとね、はい。であの収賄とかなんとか贈賄とかつながりかねないので役人になるなっていうその話をおやじが突然言って <laughs> 僕は「 何のこっちゃと <laughs> したがって今回はですね、はい、僕はあの植木の職人さんたちが働いてるのを見るのは子供心に大好きで、うん、あの高い木に登るだけじゃなくてあの細い木もいや細い枝ですよね、うん、枝もひょいっと乗って僕は何となく自分の,あの当時あの坊っちゃん狩りの散髪に行ってみたいな感じでシャキ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 、ねはい。だから今回は。 あのシ,ャキシャキシャキシャキと軽快に切ってる植木屋さんに、はい「チャンネル登録お願いします!」と落ちるかもしれい <laughs> ませんがこれ,、はい、これはどっちだろうな言うわけじゃなくてなんだっけ <laughs> 言うわけあるよ 子供に言われたぐらいで枝から落ちる職人さんたちじゃなかったです、愛うああいう光景もほとんど見なくなっちゃいましたやかんでお酒を出すお母さんも素敵ですね、なんか。いや、出すときはさコップ並べるんだろうけど、自分で好きなだけ飲んでねっていういいですね、いはい。 そして独立講演会のご案内です次回7月23日に東京にて開催されます、はい、こちらお申し込み現在受付中ですもう始まりましたはい12日から28日となっております、はい、ぜひお越しくださいはい始まりましたブラタモリではなくて始まりました独立講演会申し込み <laughs>、えー、ブラタモリも短いですけどあっという間に終わっちゃいますので、えー、貴重な皆さんからの質問に生で答えられる場でもありますおいでくださいそして もう何百回でも申し上げますが、来年の世界が変わる年に、日本では総裁選が行われますので、今のうちに皆さんのご意思で、住民主党の党員になってください、そういう新しいタイプの党員が、自分の自由意志でなるには、青山茂春事務所を通していただければ、由意志で党員になれます、そういう新しい力が必要です、日本を良くするために、お待ちしてます。 はい。はい、そして現在党員の方継続のご案内中ですのでそちらもぜひご覧ください、はい、動画の概要欄からご覧ください、はい、それでは今回もご視聴ありがとうございました